ディオルギ・チャントゥリアは、グルジア・トビリシ出身の元ジョージア代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。ドリブルでの突破を武器としている。2004年、FC サブルタロのユースチームに加入。2009年に、スペインの FC バルセロナのユースチームに、レンタル移籍した。2010年より、オランダのフテッセに加入し、2011年7月に、 同クラブのトップチームと3年契約を締結。同年8月7日のアドデンハーグ戦でデビューし、同月13日の BBB フェンロー戦で初得点を挙げた。2014年3月5日、ジョージア代表としてリヒテンシュタイン代表戦で国際 A マッチ初出場及び初得点を記録した。同年夏にはルーマニア CFR クルジから、 イタリアのエラスベローナ FC へ移籍金100万ユーロで完全移籍したが、同シーズンは期限付き移籍でクルジュへ戻っている。2015年9月、ドイツ MSV デュースブルクへ完全移籍。2016年7月、ロシア FC ウラルエカテリンブルクへ移籍。ありがとうございます。